こんにちは、谷原です。本日車の中から撮影しております。移動中ですね。練習行く途中です。ちょっと手ぶれがあるかもしれませんが、お許しください。まあラジオ的な感じで聞いてください。まあいつもサブチャンネル的なねやつです。車も新しいの来ました。やっと。詳しくはサブチャンネルの方を見てください。っていうことで4月に入りました。試合決まって1ヶ月ぐらいかな。1ヶ月ちょっと体作って、残り1ヶ月辛い、きつい、腹減った、もうなんかネガティブな言葉しか出てこないけども、まあこれを試合終わった後にいい一日だったなと思えるようなほど充実はしております。体に夢中って頑張ってるので、あと1ヶ月、まあ、怪我しないように頑張っていきたいと思いますので、ランドマークの方もぜひ盛り上がってみんなで行きましょう。ということで、ライジン41かな、大阪大会の、まあ、感想動画というか自分が見て思ったことをちょっと何試合かピックアップしていきたいと思います。結構ねインスタの DM の方にもね、なんか誰々選手どうでしたとか、振り返り動画楽しみにしてますよなんつって結構来ましたね。まあやっぱ結構中にも多かったのがフェザー級関連の試合で、なんで、まあ、その試合も中心に語っていきたいのですが、その前に自分が気になった試合をいくつかいきましょうか。まず一つ目は、金太郎選手と石塚選手の試合です。連敗中の金太郎選手と、まあ、前回チャンピオンになった石塚選手、まあ、流れ的に勢いがあるのはやっぱり石塚選手だし、デビュー戦だし、やっぱ大物を食ってやろうという勢いが、まあ、もちろんあるし、まあ、それに比べて金太郎選手はそれでもやっぱ連敗中だけど赤コーナー、やっぱライジンでの立ち位置だったりとかっていうものはあるので、まっすぐ系の強い石塚選手と、まあ、フックとかの強くて前に突っ込んでいく金太郎選手の構図なのかなと思ってましたが、まあ、想像以上に金太郎選手が前に行かないというか、まあ、手数が出てこないというか、なんかそんなラウンドのままっていう終わってしまったっていうイメージかな。だから何をして勝ちたいのかっていうのが全く分からなかったし、なんかこれ格闘技あるあるなんですけど、勝ちたいよりも負けたくない欲の方が上回ってしまった時に、全体的にやっぱディフェンシブというかネガティブというか、こういい方向に転がっていかないことが結構多くて、格闘技ってあくまでも倒す競技だなと、倒されないようにする競技ではなくて倒す競技だなって思うことは結構あるんで、僕もやっぱそうだったですね。結構そういう試合で負けちゃった試合とかもあるし、良くなかったなっていうことがあるので、やっぱ金太郎選手の最大の持ち味というか魅力は恐れぬとか引かぬ打撃だと思うので、次はまたそういった試合を期待したいなと思います。だから堀口君とかやるときとかはね、別に負けて当たり前だと言われている試合だったからこそいけたと思うし、今回は勝たなきゃいけないっていう立場になってくるとって、こう難しいんでね、立場によって人間って守りに入っちゃう時もあるし攻めちゃう時もあるし、まあ、心理的な問題だと思うけどね、こういうのって自分の意識を変えていくしかないと思うんで、次に期待してみましょう。じゃあ次は新龍誠選手と北方大地選手ですね。はい、これはもう予想の言ってた通り、新龍選手は、まあ、僕はこの階級で、日本一強いと思っております。まあライジンのね、ライジンの、まあ、堀口選手がいたり、あの平選手がいたりとか、まあいろいろいますが、まあ、現時点では日本で一番強いと僕はずっと言ってます。そんなような内容な完封な試合だったですね。正直あそこまで差が出るとは思わなかったけど、まあ僕はこの試合にライジン唯一ベットさせていただきました。ありがとうございます。まあそれぐらい本当に差があった試合だと思ったし、うん、北方選手も別に全然弱い選手じゃないけども、ドットソンとかね、今あの堀口君にしてもそうだし、扇久保選手にしてもそうだし、やっぱあのフライ級たくさん強い人いますので、そこのメンバーと正直見たいなってところは、まあ僕はありましたね。ぜひフライ級最強トーナメント、うん、なんかドットソンとかとちょっと見たいですね。まあ率直な僕の感想ですけど、まあそんな感じの、まあ、ちょっと実力差があったなっていう感じの試合内容でしたね。次は僕のプチ注目というか、中村慶太郎対須田咲一。静かな立ち上がりであったし、派手な内容でもなかったけども、まあ、お互いこう緊張感がある、ベテランらしい緊張感があるような試合の立ち振る舞いだったなと
向き合った感じとかもそうだし、やっぱ前半ちょっとスラスラさんの方がうまくいい流れなのかなと思って、慶太郎選手は立ち上がりがあんまりよろしくないファイターだから、まあ、そこでジャブつきながらいろいろ流れを変えてってね、無テクダウンもニータップで挟みながらも一応流れをこううまく変えていって、最後、左かぶせてテンプルかな当てて、まあそれでパウンドで終わったっていう感じなんですけども、やっぱこう僕らベテランファイターになってくると、あの言い方はあんまよろしくないけど打たれ強くはなくなってくるんですね。やっぱその消耗というか消費というか、やっぱ激闘を数々の傷跡じゃないけど、やっぱどうしても打たれ弱くなってくるんで、ケイちゃんのパンチも分かんないけどそこまでクリーンヒットしたなって感じじゃないですけど、でも最終的にドラスターさん飛んじゃったのかな、まあ、あんなに打たれ弱いっていうか、もともと結構打たれ強いイメージのファイターの選手だったから、あれで倒れちゃうんだと思って、なのでまあそういうのもありながらもファイトスタイルっていうのは少しずつみんな変わっていくものであって、寝技の攻防がほぼなかったんで、まあ、ちょっとその辺の攻防も見たかったなと思うんですけども、まあ、お互い、でも緊張感あるすごくいい試合だったと思います。やっぱ改めて中村慶太郎剛というそんなような試合でしたね。まあ、あと僕が言うことじゃないですけども、やっぱコンスタントにもっと試合見たい、同世代としてね、2人は本当僕と同世代なんで、もっともっと見たいなってのは思いました。ってことでお待ちかねフェザー級2カード見ましょうか。まずカイル・アグオン対萩原恭平選手の試合です。これ後出しじゃんけんしていいですか？勝ったから手のひらを変えたとか、終わったから何でも言ってもいいかもしれないですけども、僕予想動画上げた時は嘘偽りないというか、僕の思った正直な感想で、萩原選手のカイル・アグオンとはすごく相性が悪いと思うし、でも2人は練習したこともあるし、萩原恭平とカイル・アグオンは、でもこのカードを萩原選手がカイル・アグオンを指名したっていうのは、まあその中でも勝つ自信があったりとか、自分の中でいけるっていうものがあったものだから選んだものだと思うし、でも俺はめちゃめちゃ相性悪いと思ったんですね。なぜかというとこうフィニッシュに来てくれると、まあ、逃げる好きだったりいろいろあるけども、やっぱカイルってそんなフィニッシュ率が高い選手じゃなくて、どちらかというと、まあ、抑え込むっていうか、こうドロドロに相手をコントロールしながら判定で勝つってスタイルで、で萩原選手は逆にこう KO だったり、相手が寝技になっても踏みつけ行ったりとか、そういうのをやるようなタイプなんで、まあ、相性的にもあんまり良くないもんなのかなとは思っていましたので、そういう予想を挙げたんですが、これも後出しなきゃいいですか？実は言うと、その動画を撮った後に萩原選手と出稽古先で会ってスパーリングをしました。やっぱ組んだ時の感想と試合を見てる時の感想と、やっぱイメージって全然違くて、だからカイルなんて、ね、今回の試合見る限りやっぱなんか普通に弱い外人だみたいなイメージになっちゃってるからね、まあ、それも難しいところで、そうなんで萩原選手をスパーリングをした時のイメージと、まあ、自分が試合を見てる時の萩原選手のイメージが、まあ、また全然違くて、まあ、言い方は悪いですけど、思ってたより体強いなって思ったのがスパーリング終わった後時の感想で、なんかいろんな人に手グダウンされて体の力が弱いなみたいな話も聞いてたし、そういうイメージだったんで、組み技への対応はそこまで正直伸びてはいないですけど、立つ力とかフィジカルがすごいな、伸びてるなっていうのは思ったっすね。今回もカエルに対してもやっぱバックが取られてしまってることはあったけども、やっぱそのお尻ついた時に寝かされないというか、なんかの僕の動画の時でも言ったんですけど、やっぱストライカーはバックの逃げるのが上手くないとダメだよねっていう話をして、スタンドバックだったり、あの寝技のバックとかで、やっぱ立つ動きよりもやっぱバックを逃げる動きとかの方が実際にストライカーとしては必要な部分っていうのが大きくて、背中をついてしまうと難しいので、最初の段階でやっぱ後ろを向くっていうのがすごく正解だと思うし、あのスタイルは正解だと思います。でもやっぱ完全に足を入れられてしまうと、まあ、長い時間コントロールされちゃうし、フィニッシュされる率も上がってしまうんで、そこはまあ改善点というか今後の伸びしろなのかなと思っておりますね。でも本当に試合の見たイメージと組んだ時のイメージが、まあ結構ガラリと変わった
他の選手もみんな言ってましたね、あの思ったより体強いとか寝技対応が思ったより良かったねっていうので、まあ、ライジンルールにカイルはやっぱ前回も今回も泣かされてしまったよねっていうところはあるんですね。ライジン向きじゃない、1ラウンドずつコツコツ取るとユニファイドルールのやつのところの方が向いてんじゃないのかなとは思いますけどね。でもこの接戦をものにしたっていうのがまたいいっすよね。あと試合スタイルも徹底的に寝技を付き合わなかったりとか、ああいう今回飛び込んでないじゃないですか、あのサッカーボールとかいつもみたいにああいう感じにいかなかったっていうのがまあ最大の勝因なのかなっていうところもあるし、まあ、まだちょっと寝技に対してはあれかもしれないけど、まあ、また次にはもうレベルアップしてっていうところなのかなとは思っております。まあ、もう僕は帰る練習仲間なんでちょっと残念ですが、まあ、日本のライジンのとしてはね、この強豪怪人に勝てた萩原選手っていうストーリーがまた面白くなってくるんじゃないでしょうかね。はい、でもう一つの、まあ、僕的メインですね、金原的ライジン41のメインカード、堀江とケラム。堀江くんの場合わからないですけども、やっぱ普段がめちゃめちゃでかいの、本当にめちゃめちゃでかくて、で今回軽量の写真とフェイスオフの時の写真と試合の時のケラモフとの迎えた時のケラモフの方がやっぱ一回りぐらいやっぱ大きく見えたんですよね。大きく見えたっていうかケラモフの方が一回り大きかったんですよね。なんでこうリカバリーをうまく失敗してしまったのか、減量がうまくいかなかったのか、普段大きくしすぎたゆえに、大きくしすぎた大きいがゆえにとか、全然絞れてるんで、太ってる大きさじゃないから、やっぱこう怪我してる間フィジカルに力入れて筋力つけすぎてしまってっていうところはあったのかなと思って、でもね、分かんないけど、まあ、あと試合もらしくなかったというか、自分が一番恐れてた、自分たちが練習仲間も含めて自分たちが一番恐れてたのは、やっぱり試合の堀江君ってこう行ききれんところが結構あるから、その試合の思い切りのこう吹っ切れるまでの間というか、そこが行ききれんかったですね今回も。やっぱなんだかんだ先手というか先に手を出すのはケラモフだし、後手後手になってしまって、1回最後に2ラウンドの途中ぐらいに1回当てたんですかね、2ラウンドかな、1回右当てた時はそこから流れ変わってくるかなと思った時に手札取られてしまってっていうのは、まあ、この流れもケラモフもすごく上手だったし、堀江君があそこまで簡単にお尻ついたりとか背中取られてしまうっていうのは、まあ、練習でも本当見ないし、そこそ青木くんとか相手でも全然そこから切ったりするから、あとロープと壁の違い、やっぱこう後ろ向いて、壁向きというかロープ向きに頭をこうつけてやりたいんですけど、やっぱロープだとなかなか難しいから、まあ、だからコーナーまでそのままずれていつものバック逃げやるような感じで対応はしてたんですけども、それにもケルマフがうまく対応してて、なんか堀江くんの強さを知ってるからこそケラモフの強さってのはまたとんでもねえやつなんじゃねえのかなってのは思ったっすね。いやもう相当強いなって思ったっすね。だから何もできなかったわけじゃないですか、攻撃力の、まあ、ケラモフ、ディフェンス力の堀江くんで、打撃でどっちが強いんですかみたいな予想をしたっすけどね。なんか結局打撃も組み技もケラモフが1枚も2枚も上手だったなっていうところ、強さが光ったっていうところですね。まあ、そこでね、じゃあ誰がケラモフに勝てんのってにもなってしまったからってところっすよねなんかああいう試合見てると勝てるやつがいるのかなと思うんですよね、日本人で。だから本当にもう比べるとふさわしいのはそこなのかなっていうのも、本当に強いのはね、比べると見たくなるっすよね。そうなると
外人2人になっちゃうと雷神的にもダメだよね。やっぱ日本人がね、その辺どっか絡んでいかないと雷神的にはっていうところですよね。なんか萩原選手とか次ケラモフとやりたいとかなりそうだよね。ね、まあフェザー級が本当に人が集まってきて、まだまだ強い選手が出てくるという噂も僕の耳には入ってきてますので、まだ出てことない人ですね。あとなんか新しいこともなんかいろいろなものが今年は動きそうな感じするので、なんか本当楽しみですね、いろんな意味で。まあそんなことよりも僕は自分のことを、あと1ヶ月間ランドマーク5、4月29日ですね、あと1ヶ月、ちょうど1ヶ月、まあ皆様にいいものを見せれるように頑張っていきますんで、ランドマークの方も楽しみにしていてください。それでは練習行ってきます。さよなら。